第3セットは久光、中川をまたスタートで使っています。塚田、ドルーズ振ってきますがアウトです。後ろレシーバーを3枚です。小島、塚田、中央からこう打っていきますがアウトになりました。上野のスタートがしたんですね。はい、深澤のサーブ、古賀、塚田、アダムスがここは決めてきました。ここで切ってきました。この上野を入れてきました。西村、坂江、中川、フェイント、あ、この山で拾った塚田、ドルーズ、もう一度上げてミドル、大竹、大竹決めてきました。左サイドからショートサーブ、山田、塚田、古賀がここは打ちます。チャンスボールは NEC、ミドル、ここは山田を使う。よく拾った深澤、坂井、アダムス、小島、塚田、古賀、ここもよく拾いました。坂井、中川返します。坂井が上げる、チャンスボール NEC、 小島、塚田、ドルーズ、ライト渡っちゃう。坂井、アダムス、フラッグ上がります。アウトです。いや、右サイドからのサーブ、西村、坂井、バックセンター、ここは深澤、アトラボーン、塚田、古賀、ブロックにここはかかりました。さあ中川のサーブ、アチャラポン、塚田、バックアタック、ドルーズ、中川、坂江、アダムス、アチャラポン、ドルーズ、古賀が打ちます。ドルーズ、古賀のサーブ、西村、坂江、ブロード、平山、リバウンド、西村、ライトから平山決めてきました。決まりました。平山のサーブです。5対3リードは久光スプリングス。小島、塚田、バックアタック、ドルーズ、正面です、中川でしたがフェンスを越えました。ボール、山田のサーブです。乱れた、アンダーで上げる、あ、アダムス、古賀、ドルーズ、ちょっと力を抜いていきました。坂江、西村、アダムス、レフトフェイント、ドルーズ、スカダ、レフトに振って、アチャラポーン、ワンタッチ、ここはうまくワンタッチ取ってきました。やはりもう一度コートに帰ってやることっていうのはまた変わってくるんじゃないかなと思います。なるほど、ショートサーブ、サッカーへ、ライトから平山、平山、アチャラポーン、スカダ、アチャラポーンがレフトから決めました。塚田のサーブ、アダムス、坂江、後ろから大竹入る、塚田、上野が、塚田が上げて、ここは打ちました。ドルーズは相手させてくれませんよね。そうですね、やはりこの決勝戦ですから、はい、この試合も決勝戦らしい戦いになってますよね。塚田、ドルーズ、ライト、アダムス、アンダム、坂江、塚田はブロックですが、ワンタッチ取りました。どうぞ。中央から少し右に動いて打ちました。アチャラポン、塚田、ミドルを扱う上野、西村、フェイント、塚田、アチャラポン、ストレート、アチャラポンがストレートに決めます。サーブのいいアチャラポン、深澤、はい、ミドルを使う大竹、大竹のテイク、左サイドから古賀、塚田、ドルーズ、ライト、きっちり決めました。はい、今のはドルーズ選手、あ、素晴らしいサーブエース、エース、ワンタッチエース、決まりました。です10対8、西村、坂江、中川、フィント、拾ってネット際をつなぎます。アチャラポン返す、チャンスボールは久光、坂江、アダムス、ここはブロック止められました。やっぱり確信を持って出してるわけですよね。そうですよね、その期待に応えてほしいです。はい、あとここはブロック、 NEC に得点が入りました。12点目が NEC に入って、第3セットテクニカルタイムアウト。さあ上野のサーブでプレー再開します。左サイドからのサーブ、あ、ここはネットにかかりました。左サイドからのサーブ、ショートサーブ、サービスエース決まりました。はい、もう一度アチャラポン、塚田、
ドルーズブロックよく拾った小島、塚田、古賀、うまい、ここもなんとかつなげるか、深澤届きませんでした。高いアダムス、こちらポーン、中川、古賀、うまい、はい、ここはもう決めてきた。左、右サイドからのサーブ狙います。中川、酒井、バックセンター深澤、小島、中川、フェイント、柳田、酒井、アダムス、フラッグ上がります。タッチはありません。止まりました。アウトです。下判定はそのまま15対10、 NEC のサーブでプレー再開します。酒井アンダー、アダムスレフト、お拾う、古賀リバウンド、なんとか拾います。酒井、西村、中川、あー、ここは得点は NEC です。はい、さあ中川のサーブでプレー再開します。中川からもう一度クイックを使う平山、あちらポン、古賀、ここネット、あっと、ポイントは NEC。 ゆっくりと自分たちのバレーをやってほしいです。はい、中川のサーブです。中川上げて、柳田レフトから坂へ、平山ライト、アテラポーン、小島が行く、小島も届いたんですが、ボールは観客席に入ってしまいました。久光、中川のサーブです。ここはネットにかかりました。サイドアームです。こうね、あのユニフォームを着てね、応援するファンの方ってやっぱ増えましたよね。そうですね、はい、さあこれ NEC にポイントが、左サイドから長い小賀、中川、司、アチャラポーン、中川美優、アダムス行きますが届きませんでした。18点目が入ります。後ろから失礼、山田が左サイドからのサーブ、おお、まだ投げます。アダムスレフト、山田正面、中川、司、アチャラポーン、ここは決めてきました。19対13、左サイドからのサーブ、アダムス、サッカーへ、ライトに振って大田、あ、申し上げて、うん、バックトスから山田、アチャラポーン、フェイント気味に入れます。西村、サッカーへ、ここは深澤決めてきました。深澤がここ、そうですね、やはりコートにいてほしい選手ですよね。はい、中川、司から柳田、アダムス正面、サッカーへ、うん、深澤、大竹つないで、深澤ブロックリバウンド、坂へ、平山、深澤、小島、中川、司、アチャラポーン、おー、アダムス、坂へ左に振る、深澤ブロックリバウンド、坂へ、大竹がライトから打っていきました。しかしブロックポイント4です。何か種本さん、あ、左サイドからのサーブ、アチャラポーン、中川上げてミドル、上の坂へ、深澤フェイント、拾った、アチャラポン、柳田、あ、このボールはラインの外側に落ちました。分からないけど、もしかしたら亀裂剣かなというような、宇田さんもね、そのご指摘ありましたけれども、まあ、本人一番悔しいでしょうね。そうですね。さあプレー再開しています。ここはワンタッチ取りました。点差、ここが中川、司、アチャラポーン、ブロックリバウンド、深澤、サッカーへ、バックセンター、アダムス、小島へ、クロウ、中川、司、柳田、ナイス、今度は柳田決めました。ここで切りました。 NEC 20点台に届きました。 NEC 右サイドから塚田のサーブです。中川、サッカーへ、深澤、大倉田、小島、小賀、ハイセット、アチャラポーン、ブロックリバウンド、ネット際、チャンスボールは久光、深澤、ワンタッチ、はい、さあ坂井のサーブです。右サイドからアチャラポーン、塚田、ドルーズ決めてきました。さあアチャラポーンのサーブです。おダイレクトに加えたドルーズ、サーブレシーブ乱れず、これ決めています。ただまだ4点差。アチャラポーンのサーブ、アダムス、坂井、中川ブロックポイント、古賀がガッツポーズ。またアチャラポン選手のサーブですよね。サーブが続いています。アチャラポンのサーブ、深澤、坂江、深
深澤レフトからアチャロポンが拾った、ネットギャワンハンドル返す、アダムス坂へミドル大竹、ここはビッグ決めてきました。さあ深澤のサーブ、小島、塚田、ドルーズワンタッチ、拾った深澤、坂へハイセット、アダムス打ちますが、ここはレッドコート外とちょっと似たような展開にもなってきました。上野のサーブ、西村、ここはよく拾ったが、ツータッチエース決まりました。最後決めたのは上野、昨日と同じような展開になりました。サーブで上野が決めて第3セット25点目が入ります。第3セットは25対19で NEC が取ってセットカウント2対1、 NEC が久光に先にプレッシャーをかけました。元日本代表江端由紀子さんの解説でお伝えしています。江端さん、この第3セットを振り返ってどんな印象でしょうか。